週末はよく友達のガレージに行く。そこはスキーやサーフィン、ゴルフ、テニス、天体観測などあらゆる遊びの道具が詰まった大人の秘密基地のようなガレージ。とまあここまでは普通の話。実はガレージの主の N 博士は1万年前に地球に来た宇宙人である。彼が持っている車はなんと時空を超え好きな時代や場所に行くことができる。ガレージは不思議な冒険の入り口。さあ猫のピートを連れて今日も新しい遊びに出かけよう。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。N 博士こんにちは。おお来たな。ゴールデンウィークはどうしてんだ新一？いやうちで DVD 見たり、あとはゲームやったりか。相変わらずだなお前は。ほんと相変わらずね。ボッコさんまでいいじゃないですか。ゴールデンウィークぐらいうちでゆっくりしたって。ほっほー、まるでゴールデンウィーク以外は活発に活動しているような言い方だな。ほんとほんと、せっかく車を買ったのに。まったくお前ってやつは。なんかすいません。まあそんなお前にだ、いろいろな遊びを教えるのが俺の遊び。あもっといい楽しみだってことを最近忘れがちだったよ。まあ暖かくなってきたし、また外に遊びに行くぞ。結構去年もいろいろ行きましたけど。いやいや、まだやっていない遊びはたくさんあるぞ。週に5、6回週末があっても遊びきれないぐらいだ。で、今日は何しに行くんですか？ああ、いいな、素直で。いつもそんな風に素直だったらいいのに。そうだな。ああ、そろそろシーズンだし、気球でも行っとくか。気球ってあの気球ですか？他にどんな気球があるの？他にどんな気球があるんだよ。あれ？今逆になりませんでした？細かいこと気にしないの。まあさあ新一、便利カーに乗れ乗れ。じゃあぼっこ、留守番よろしくな。ごゆっくり、私お風呂に入ってくる。覗いちゃダメよ。お風呂に入るんですか？ぼっこさんロボットなのに。はあ、本当は入んないよ。言うだけ言うだけ。まあ時々そんなことを言う機能をつけてあるんだ。え、何のために？はあ、面白いからに決まってるだろう。じゃあ行くぞ。ヒアウィーゴー。 If youEver plan to motor west? Travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. 三菱自動車ピートの不思議なガレージ。このお話はドライブアットアース、三菱自動車がお送りします。さて東京の荻窪に到着だ。気球っていうからもっと遠くに行くのかと思ってたら荻窪って意外ですね。日本を代表する気球の会社があるんだよ。あ、コンコン、失礼します。あ、これはどうも N 博士。気球のパイロットで気球機材の販売も手掛ける、まさに日本の気球界の第一人者、エアロノーツの一吉三郎さんだ。こんにちは、よろしく。はじめまして。一吉さん、今日はこいつに気球の楽しさを教えてやろうと思ってましてね。日本での気球の楽しみ方をレクチャーしてもらえませんか？ええ、いいですよ。一吉さん、気球って僕たちでもそのどこかに行けば気軽に乗ったりすることはできるんですか？日本ではね、結構難しいんですよね。あ、そうなんですか。
海外ですとね、商売でやってるところたくさんあるんですけど、日本ではね、なぜかそういうところが少ないんですね。もちろんそのクラブに入ればね、そんな中で飛びますけれど、第三者がね、いつでもパッと行ってすぐ乗っけてくれる、そういう雰囲気は全くないです。クラブっていうのは気球のサークルみたいな感じなんですかね。好きな人が集まって、そうですね。でその中で順番に飛びながらトレーニングして、パイロットの資格を取るとかトレーニングをするとかですね、そういう形のフライトがほとんどですね。気球にもパイロットには資格がいるんですね。いります、絶対必要です。普通に例えば一緒に乗る人には資格は必要ないんですか？いりません。なんか例えば乗せてくれるイベントみたいなものがあったりとかってするんですか？日本の方でイベントの時は、例えば気球大会なんかの時は係留でですね、係留ってのは紐がついてるんですけど、それに乗ることは可能です。気球に紐がついてて、それがもう地面ですから、その場所から飛んでいかないわけですよ。その場所で上がったり下がったりするというのが係留なんですけどね。そういう形では乗れるのが一番気楽な気球とのお付き合いだと思うんですけどね。そういうイベントっていうのは子ども会とか商店街なんかで毎年呼び物でね、気球やってるところもありますね。まあそれでしたら東京のど真ん中でも十分可能ですから。そういうイベントはやってるんですね。やってますよ、それは全部係留飛行ですよ。その紐がついてて、フリーでは飛んでいかない、フリーフライトはないです。例えば気球の操縦っていうのはゴンドラみたいなのに乗りますよね、あの中にその操縦桿みたいなものがついてるんですか？操縦桿とかハンドルとかね、そういったものは一切ないんですけど。あ、そうなんですか。まあ日本で飛んでるのは熱気球と呼ばれるタイプの気球なんですけれど、気球はね、高度は自由に選べるんです、パイロットの判断で。高さは選べるんですね。はい、それで高さが違うと風が違うんですね。でパイロットの技術ってそれをいかに読むかということに尽きると思います。気球って風を受けて進んでるんですか？風がないと気球は動かないです。気球はプロペラはないですよ、推進機がない、だから浮かんでるだけですね。だからその空気が動けば気球も動く、つまり風があれば気球も動くということなんですね。それ以外の動力はないです。でも気球の上ってこう風船が膨らんでるみたいな感じですよね、あれが風を受けるっていうことなんですか？風船が膨らんでるというか、気球はまさに風船なんですよ。風船の対象ですからとにかく気球の場合は、例えば乗ってみるとね、何も風吹いてないんですよ。通常は気球に乗ってる人は風感じないんです。感じないんですか？感じません、風を。逆に気球で風を感じるとき、これはちょっと気をつけなきゃいけないときなんですね。つまり風が変わったときに風を感じます、瞬間に。である程度その風に乗ると、もうその風と一緒に動きますから風はないんです。じゃあ風に流されていくっていう感じなんですか？そうですね。だから小さな風車をね、手に持ってて気球にとっても回らないですよ。だから僕はタバコ吸わないですけど、もしタバコ吸う人がいたらね、煙もボワーンって周りにあるだけで飛んでいかないです。なんか不思議な感覚ですね。だって風、それが自然なんですよ。で気球の一番でもないですけど大事なメリットっていうのは、乗ってる気球の人は、例えばグライダーとかね、他なんか風切る音がするんですよね。気球は通常に飛んでる場合は何の音もしないです。どんなに速く飛んでても静かなもんです。風を切るというか、風の中進んでいく音みたいなのも全くしないんですか？ないです。熱気球の場合はバーナー焚きますからね、バーナーのゴーって音は焚いてる時はしますけどね。全然知らなかったです。地上近く飛んでれば地上の音、クラクション、話し声も聞こえますし、地上の人とおはよう、こんにちはっていう会話もできます。で犬もね、ワンワン吠えてるのも聞こえますしねあ、結構聞こえるんですね。よく聞こえますよ。ちょっと地上で水平方向でね、ちょっと100メートル先の人に声かけてもなかなか聞こえないですけどね、垂直方向だとね、結構離れててもね、下の人と会話ができるんですね。多分地上の平面がね、反射板になってるのかなと思うんですけれどね、それは楽しい部分ですよね。すごい静かに進んでいくんですね。そうですね。気球はね、エンジン、発動機、スクリューのない潜水艦と同じなんです。で潜水艦こう沈降していきますよね。そうすると水の流れに従っていきますけど、その流れの方向にしか行かないわけですよ。それと全く同じことが気球で起こるんですね。空の潜水艦です。例えばそのもしちょっと乗ってみたいなって思った時に、例えばそういうクラブがあるとか、どこでやってるとか、どうやって調べればいいんですか？最初気球連盟という団体があるんですよ。日本気球連盟っていうのがあって、身近なクラブを紹介してくれると思いますけどね。そうすると一回会ってくれたりとか、じゃあ遊びに来るっていうことになるんですか？そうですね。でまあ電話かメールでね、聞いて天気さえ良ければということになりますけどね。天気っていうのはもう気球を飛ばす上ではかなり重要なんですよ、そのじゃあいつ飛びますかっていうと、
大体気球朝早いんですね。関東地方の北の方で朝大体日の出直後から5時6時7時ぐらいがいいんですよ。そんなに早い時間に飛ばすんですか？ええ、もう日の出直後が一番飛びやすいです。お昼とかだとダメなんですかね？お昼は飛ばないです。なんでなんですか？紐つけてね、係留する気球でも大体やりやすいのは午前よくて10時ぐらいまでかなと思うんですね。でそれは難しいんですけどね、僕らはサーマルって言ってるんですけどね。サーマルっていうのは地上の温度とか天気によって生じる上昇気流を説明するんですね。上昇気流だけじゃないんですけど、そういう上昇気流があるとね、気球って非常に微妙な乗り物ですから飛びにくいんですね。ですからそういう上昇気流が始まっちゃったらもうやめたって言ってフライトはしません。朝はそのサーマルって呼ばれるその上昇気流がそんなにないっていうこと？まだ太陽で地上が熱せられてませんから、地上の熱せられたことによって空気が上に昇るっていう活動が非常に少ないんですね。そういう意味では夜はいいんですけど、でも夜見えないですからねそういうことで飛びにくいんですけどね。それで4時5時とかそれぐらい朝一番で飛ぶことが多いんですか？そうですね、多いんじゃなくてもうその時間帯でしか飛ばないですね。さもなければ夕方ね、太陽が静かになって日没の前は割と穏やかですからフライトしますね。朝一と夕方なんですね、うん。一応さん、例えば関東の近辺だったらどの辺で気球って飛んでたりするんですか？気球は離陸するところはそうですね、小学校の校庭ぐらいあればね十分離陸できるんですけど、降りるところはどこだか分かんないわけですよ。ある程度引きずられますからね、降りる方向に広い敷地がないといけないっていうことが条件になるんで、郊外の人があまりいないところがいいですね。ちなみに一応さんは気球に乗られる時っていうのはどういう場所で乗られるんですか？今関東で一番飛んでるのはね、渡良瀬遊水地っていうところで、渡良瀬川っていう川があるんですよ。で渡良瀬川っていうのは栗橋というところでね、利根川に合流する川なんですけど、その合流する手前のちょっと上流側なんですね。そこに広い遊水地がありまして、そこで飛ぶことが一番多いですね。そこって何県になるんですか？実はそこに関わるのは栃木県、群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県。え、そんなに？県境がね、みんな複雑に絡まってるエリアなんです。おそらくこれは昔の利根川の流れにも影響してるんだと思うんですけどね。例えば一吉さんがそこで気球乗るじゃないですか。で飛んで降りる場所っていうのはまた乗った場所とは全然違うところなわけになるんですか？多いですね。多いってこと。同じ場所に降りることもたまにありますけど、でも大体の降りる場所の目安はつけておく。つけてますっていうか、なんでそんなことがつけられるかっていうと、飛ぶ前に必ず気象をチェックしてるんですよね。さらに積極的に飛ぼうって時にはパイロットバルーンっていうんですけどね、ゴム風船を飛ばすんですよ。で正確に見ようとする時にはその一定の速度で上昇するゴム風船を上げて小さなパソコンで見てるわけですね。そうすると高度何メーターではどの風があって、高度200メーターではどのくらいの速度があって、でそれぞれの高度別のベクトルを出して、これである程度今日はじゃあ利根川に降りるなとかね、今日は渡良瀬川だなとか、それを見てくるんですね。飛ばす前にちょっと特殊な風船である程度風の流れとかを確かめるっていうことなんですね。そうですね。例えばこう飛び出したところから降りる場所が変わるじゃないですか。そしたらそこで降りて、それをまた車で運ぶんですか？その飛んでる時は必ずね、チェイサーっていうかね、追跡グループがついてるんですよ、無線で。でその気球が搭載できる車で無線つけて追っかけてますから、まあ慣れてくると無線なくたっていいんですけどね、降りたら必ずその追跡の車が来て回収を手伝ってパックして車に積んで、それでそのフライトが終わるわけです。
菱自動車ピートの不思議なガレージ。原沢俊明です。日本のドライバーの1日平均走行距離は 95% の人が60キロ以下だから、60キロを電気だけで走れる PHEV は平日ガソリン代0円、新車購入検討者の 75% が電気自動車はロングドライブに向かないと思っている。でも PHEV なら電気ドキドキガソリンでどこまでも遠くへ走れる。経済性と走る喜びの両立を諦めない、それが PHEV ライフ。三菱アウトランナー PHEV。 今三菱自動車のお店でアウトランダー PHEV を一泊二日無料レンタル中。ツインモーターによるパワフルな加速と EV ならではの静かでスムーズな走り、自分で発電するから電気切れの心配がなく、ロングドライブが可能。さらに給電機能を使えば 1500W までの電化製品を使った新しいアウトドアライフを楽しめます。乗れば乗るほど実感できる PHEV の魅力をじっくり味わってください。さあ、新しいカーライフを、レッツ PHEV。 一泊二日無料レンタル実施中。詳しくは三菱のお店。一応さん、お話いろいろありがとうございました。どういたしまして。まあ、興味があれば一回見に来るね。それがスタートかなと思いますね。はい。どうだ、一吉さんの話は。確かに景色は良さそうですけど、やっぱり高いのは怖いな。じゃあだ。気球の魅力を少しかじったところで、ちょっと気球の歴史でも見に行くか。それでは時空を超える旅へ、ヒアウィーゴー。1783年11月21日のフランスパリに到着だ。アメリカではちょうど独立戦争が終わった頃だな。博士、なんか飛んでますけど。もう飛んでる。嘘。あ、しまった。あ、ブレーキ踏むのちょっと遅れたのか。ブレーキ、ベンニカってそんな仕組みだったんですか。いいから、ほら走れ、追いかけるぞ。あの気球、ほら走れ走れ。博士、せっかく車があるのに。バカ、こんな時代のパリをベンディカーで堂々と走ったら時代が変わっちゃうだろう。あれが世界で初めて有人飛行に成功した気球だ。モンゴルフエ兄弟の気球だ。なんか聞いたことはあります。ああ、見ろ、着陸するぞ。ああ、下に風車だ。危ない、ぶつかる。心配するな、歴史では大丈夫ってことになってる。それよりだ、どんな時代のどんな言語もわかる都合のいい装置をつけとけ。はい。お、ほら、風車と風車の間に着陸と。よし、行ってみよう。はい。いやー、トレビアン、人類の歴史に残る素晴らしいフライトでした。ピラートル公爵さんも、ありがとう。ところで、あなたは？モンゴルフィア兄弟の助手のエヌ博士です。そして彼は助手の助手です。着陸地点に先回りいたしまして、公爵様の無事を確認するように言われました。そうでしたか。いかがでしたか、空から見るパリの景色は。素晴らしかった。鳥たちはいつもあんな風にパリの街を眺めているのだね。いえいえ、鳥よりも公爵様の方が高く飛びましたよ。910メートルの高さまで上がったんですからね。そんなに高く上がったんですか、この気球で。そうだ、そして25分間9キロ飛んだんだよ。ところで公爵様、どうやら燃料の方がまだかなり残っているようですが、どうしてもう降りられてしまわれたんですか。火の粉が飛んでね。ほら、気球が少し焦げてるだろ。これは危ないと思ってね、慌ててコートで火を消したんだよ。おかげで大切なコートを焦がしてしまったよ。まあ、この焦げもいい記念になったかね。
さてと、じゃあまたちょっと時間を移動するぞ。ヒアウィーゴー。1858年のパリに到着と。またパリですか。うん、明治維新の10年ほど前だな。さ、行くぞ。あ、はい。どなたですか。お久しぶりです。これはこれは N 博士、パリっ子の間で持ちきりの新作見せてもらいに来ましたよさあどうぞ中へ。写真家のナダールさんだ。ナダールさんはな、人工照明を使って光の入らない地下での撮影を試みるなど、今パリで最も革新的な写真家なんだ。いいえ、ただの新しいもの好きなだけですよ。さあどうぞゆっくりご覧になってください。どうだこの写真。これは凱旋門ですね。新一、もっと驚け。え？どうしてです？いいからこの写真よく見ろ。え？あ、空から撮ったんですかこの写真。ええー、気球に乗ってね。ナダールさんはな、気球を使って世界初の空中撮影をした方なんだ。そうだったんですか。見慣れたはずのパリの街も空から見ると新鮮でしたよ。まるで知らない街のようでした。こんな時代にもう航空写真ってあったんですね。気球を使った写真はお前たちの時代でも盛んだぞ。まあその話はだ、おいおいするとして、さてと、じゃあ今度は日本に行ってみよう。 Here we go! (1877年、明治10年の京都に到着だ。京都ですか。あは、いたいた、島津さん。ああ、N 博士。発明家の島津玄三さんだ。島津製作所って聞いたことあるだろう。あそこの創業者だ。はじめまして、新一です。気球の進み具合はどうですか。羽二重にごま油で溶かしたゴムを塗って、そこにガスを入れることにしました。ああ、羽二重っていうのは絹織物の一種だな。そうなんですか。そうだ、ああそうだ、ガスはどうすることにしたんですか。ああ、今ちょうど試しているところなんですが、この鉄くずに硫酸をかける。ああ、それで出た水素ガスを使うつもりです。ほう、それは考えましたな。はい、12月の試験飛行にはなんとか間に合いそうですよ。あの島津さんが作ったのは熱気球じゃなくて水素を入れたガス気球だな。で、間に合ったんですか。5万人の目の前で36メートルまで上がったよ。さてと、そろそろ2015年に戻るか。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。こんな家飛び出してやる。待て、お父さんが飛び出させはしないからな。いや、飛び出してやる。お前のことを考えて言ってるんだ。とにかく飛び出すんじゃない。三菱の EK も飛び出さない。ブレーキと間違えてアクセルペダルを踏んでしまっても飛び出さない EK。 誤発進抑制機能を搭載。なあ、腹を割って話そう。さあぶつかってきなさい。いや、親父とはぶつからないよ。いやいや、思い切りぶつかってきなさい。だからぶつからないんだって。三菱の EK もぶつからない。街中で前の車にうっかりぶつかりそうになってもぶつからない EK。 停車側域衝突被害軽減ブレーキシステムを搭載。飛び出さないとぶつからない。2つの安心、ダブルセーフティー。 EK はもっと EK に。三菱 EK シリーズ。システムの作動には一定の条件があります。詳しくはホームページをご覧ください。
うちの軽自動車、運転席から後ろの席の子供に手が届かないのよ。 EK スペースなら後部座席が近づく。軽自動車最長260ミリの後席ロングスライド、33の思いやり機能の一つです。大きな軽を思いやりの軽に、三菱 EK スペース。詳しくは三菱のお店で。栃木県の渡良瀬遊水地に到着。どうしてこんなところに。ここで活動している人がいてな。ほら、藤田さん。 N 博士じゃないですか。熱気球パイロットの藤田雄大さんだ。なんとこの藤田さんはな、世界チャンピオン、世界ランキング1位の気球乗りなんだ。え、気球に世界ランキングとかあるんですか。そうなんですよ。すいません、物を知らないやつでしてね。こいつに熱気球の選手権の話を教えてやってもらえませんか。はい、いいですよ。藤田さんは今おいくつでいらっしゃる。僕は今年28になります。28歳で世界チャンピオンなんですよね。はい、すごいですね。ちなみに気球の大会っていうのは具体的にはどういうことをやるんですか。気球の競技はですね、ポイント制なんですね。ポイントをいかに取っていくかっていうのを競い合ってます。で、どうやってポイント取るかっていうのは、2キロとか3キロ先に的が設定されるんですけども、そこに向かって飛んでいきます。で、気球で近くまで飛んでいったら、マーカーって呼ばれる砂袋を投げていくんですね。その的は当然浮いてるわけですよね。浮いてる時もありますし、大体は地上に設置されてますね。地上に設置されてる的に向かって飛んでいって、近づいたところでマーカーを投げていくんです。で、一番近かった人に1000点が入るんですけど、その後からは離れていく順番にもらえる点数がどんどん下がっていきますね。え、じゃあ的に当てればいいってことじゃなくて、当てた場所によっても得点が変わってくるんですか。そうですね、いかに的の中心に近く落とすかっていうのが勝負になりますので、で、一番近い人が一番得点をもらえるっていう感じになってます。なんか不思議です。あ、ダーツみたいなことですよね。そうですね、当たれば高いし、そこからずれちゃうと得点がまた違ってくるっていう。ただ、相対的な評価なので、例えば5メートルぐらいのところに落としたとしても、それが一番近かったらその人が一番なんです。そうやって点をどん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 取って、その積み重ねで最終的に得点をたくさん持ってた人が優勝になります。例えば砂袋をその落とすっていうのは、下を見て寄ってきたら今だって言ってポンって落とすってことですか。そうです。落とすときは本当に砂袋に帯がついてるんですけど、それを思いっきり投げたりですとか、回して投げたり。ただより正確に落とすためには、やっぱり地上スレスレまで下ろしてって、ポロッというふうに落としていく。で、世界選手権レベルになりますと、もうみんな寄せてきますので、何センチとか何十センチの単位で争ったりとかっていうのもあります。例えばそれで地上についちゃったらダメなんですか。ついちゃうとペナルティで減点されちゃうんですよ。あ、地上につかないようにギリギリのところを狙っていく。で、また地上の風ってすごく変わりやすいのと弱いんですね。なので、いかにその地上の弱い風、変わりやすい風にタイミングをうまく合わせていけるかっていうのも技術の一つになりますね。気球って風だけの力で飛んでるんですよね、基本的には。そうなんです、全て風任せになりますね。自分で操縦できるのはバーナーを焚いて中の空気を温めることによって上昇することと、あとはリップラインっていうラインがついてて、それを引っ張ると上に隙間が開くんですね。気球の上って穴が開いてるんですけど、風船みたいな丸い、そうです、丸い膨らんでる部分のてっぺんには穴が開いてて、そこを内蓋みたいにして押さえてることで熱気を溜めてるんですけども、はい、ロープを引っ張ることによって内蓋が下がって熱気が抜けてきます。それによって高度を下げることができるんですね。で、パイロットは操作としてはこの2つだけをやっていまして、あとは風の向きっていうのは高さによっていろんな方向に吹いているんですね。イメージとしては地層のような形で、それが大気中にあるんですけども、例えば 100m まで上がる途中は北側に向かって吹いている、で、 100m から 200m の高さでは北から南に吹いているっていうような形になっている状況だと、その風をうまく捕まえながら高さを変えて自分の行きたい方向の風を捕まえながら目的地に向かっていきます。じゃあ高さをどうするかっていうことだけをパイロットの人は
そのバーナーと内蓋開けるかどうかっていうことで調整して進んでいくっていう、はい、そうですね。単純に思うんですけど、はい、例えばその砂袋を落とすみたいな技術もあるんですか？それは。そうですね、やっぱりその投げるの上手い人とか、あとは海外の選手肩強いですから、多少離れてても思いっきり振り回して30メートル40メートルぐらいビューンと飛んできたりとかっていうのはありますね。だからそういった練習もちょっとずつしながら。的ってどれぐらいの大きさなんですか、はい、大体。的はですね、バツ印なんですけども、10メーター×10メーターの帯でできている大きなバッテンが作られますね。じゃあそのバッテンの本当に交わってるところに一番寄せた人が結果的に一番高いポイントをもらえる。そうですね、なんか不思議なスポーツですね。そうですね、いかに気球を操ってこう風をうまく捉えるかっていうのが技術になりますので、そういったところを争えるような内容になってますね。なんかちょっと面白いですね。でも意外とこう戦略的な要素も絡んできたりするので、結構頭使って飛んでたりとか、あとチームワークも必要だったり。熱気球ただパイロットが飛んでいくだけじゃなくて、地上でサポートするチームもいるんですね。だいたい1チーム 4,5 人ぐらいなんですけども、パイロット1人で飛ぶか、もう1人コパイロットっていうのを乗せて2人で飛ぶか、それはまあチームによっていろいろなんですけど。自由なんですね、1人でもいいし、そうなんです、2人でもいいし、はい、でその他に地上のクルーがいまして、で彼らは先回りしてその的の近くで地上風の様子ですとか、あとは他の気球がどういう動きをしているかっていうのを無線でパイロットと通信してその様子を教えるんですね。でその情報をもとにどういうタイミングで降ろしていくかっていうのをパイロットは判断してゴールに向かっていきます。じゃあ気球に乗ってる人と地上で常にこうやり取りをしながら、そうですね、進んでいくっていう、はい、ちなみにそのそういう気球の競技って男女とか、はい、こう年齢とかってこう分かれてくるんですか？はい、いや熱気球はもう全部一緒ですね。年齢でもカテゴリーは分かれてないですし、男女別でもなくみんな一緒でやってますね。ね、大体年齢っていうのはほとんど関係なく楽しめるスポーツでして、今中心にやられてる方が大体まあ30代40代50代のパイロットの方が多いんですけど、でそこに20代のパイロットも全然入ってきて楽しめますし、あとはそれ以上の方でもクルーは若くして力仕事だけやってもらったりとかで飛ばれてるシニアのパイロットの方もいますね。でやっぱりその投げるっていう部分があるので、女性がすごく不利だなっていうのが今までの傾向としてあったんですね。今回このオーストラリアの大会僕行ってきて、そこでの優勝者は女性のパイロットだったんですよ。じゃあもう全然女性でも男性に勝てるようなスポーツ、はい、になってきてますね。砂袋ってちなみにどれぐらいの重さなんですか？重さは 7g です。あれ思ったより全然ちっちゃいですね。ちっちゃいです、もう10センチ10センチ。お手玉みたいな感じで。そうですね、になくならないように帯が2メーターぐらいのついてまして、落ちてきても大丈夫のような軽さのものを使ってます。Let's know and that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. Let's know and I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that are dried upon some line.Keeps you on the back roads by the rivers of
内のカフェに到着だ。こんにちは花田さん。こんにちは N 博士。こちらは気球で宇宙撮影をやっている花田貴樹さんだ。ん？宇宙撮影？そうだ、さっき見てきたナダールの21世紀版だ。花田さんのやっていることについてこの新一に話してやってほしいんですがね。わかりました。皆さん、そもそもなんですけども、気球で宇宙撮影っていうのはどういうことなんですか？はい、まず大きさが2メートル弱ぐらい、ゴムでできた気球になります。ヘリウムを入れるんですけれども、その風船に気球を追跡する装置やカメラなどがついた紐が伸びています。紐が伸びてる。そうですね、だいたい10メートルぐらいの紐にパラシュート、カメラ、追跡装置、反射板などがついているものになります。それは一本の紐の途中途中途中にいろいろくくりつけてあるっていう感じなんですか？はい、その通りです。そして成層圏と言われている高度30キロぐらいのところに風船を放ちます。そして宇宙からの眺めを撮るようなものです。すごい基本的なことなんですけど、はい、成層圏っていうのはどういうことなんですか？はい、地球の地表から宇宙に行くまではいろいろな層があるんですけれども、その中で11キロから50キロまで、そこを成層圏と呼んでいます。空気があるギリギリの層になります。宇宙ではないっていうことなんですか？宇宙という呼び方が人によってそれぞれなんですけれども、一般的には高度100キロメートルが宇宙と言われています。なので成層圏は宇宙の渚という言葉でよく表現されています。宇宙への入り口という意味ですね。11キロから50キロまでの間、はいはい、ちなみにこれ気球っていうのは名前とかあるんですか？こう高く飛ぶ気球っていうのは。よく言われているのが高高度気球っていうふうに言われています。高高度気球。はい、一般的に飛行機が飛ぶ高さは14キロぐらいなんですけれども、気球がその倍ぐらいの距離を飛ぶので高高度っていうふうに呼んでいます。花さんはいつ頃からその高高度気球をこう作るチームみたいなものっていうのを作ったんですか？2008年から始めています。結構最近といえば最近なんですね。そうですね、その頃からスマートフォンや GPS などがですね、身近なものになってきているので、その頃から始めている方が多いと思います。それは例えば iPhone とかを使っていろいろできることがあるっていうことなんですか？実際に iPhone を打ち上げて回収してその動画を公開されている方もいらっしゃいます。 iPhone を気球で飛ばすっていうことですね。そうですね、はい。じゃあ花田さんがやられているその宇宙撮影っていうのは2メートルぐらいの、まあ、大きなその空を飛ぶ風船みたいなものにカメラをつけて、その成層圏まで飛ばしてそこで撮影をする。はい、そうなります。それはあの気球である意味とかっていうのはあるんですか？はい、気球の利点はまず安いということが挙げられます。例えば人工衛星を打ち上げるとなると準備期間も含めて多額のお金がかかるんですよね。でも気球でしたらそれを打ち上げて回収までを1日で終えることができます。1日で？はい、例えばですね、私たちがいる山梨県から打ち上げて高度30キロまで飛ばした後に茨城県のつくば市とかで回収することができるんですね。でも衛星だと行ったきり普通帰ってこないじゃないですか。そうです、しばらくはずっと宇宙で回ってますもんね。はい、でまあゴミになってしまうか大気圏で燃え尽きてしまうんですけれども、気球は安く何かを持ち帰るという意味ではかなり優れたツールだと思っています。人が乗る気球っていうのは、はい、完全に風だけで動いていくっていう話を聞いて、はい、花田さんがその飛ばされる気球も完全にその風でこう上がっていくだけなんですか？そうですね、風、基本的にはもう風の動きだけになります。ってなると、なんかこう単純に思うのが、はい、まず打ち上げる時ってこう50メートル例えばこうビューンって上がっていくものなんですか？そうですね、だいたい1秒間に6メートルぐらいのスピードで上昇します。結構速いんですね。そうですね、かなり速いスピードです。それで例えばこう上まで上がって、はい、そこからの動きっていうのはもう風任せになっていくっていうことですか？はい、風任せになります。じゃあ例えばどこに落ちるかとか、はい、どこに飛んでっちゃうかっていうのは全く分かんないわけ。そうですね、ただ、上空の風はある程度予想されていまして、私たちが上げる前には必ず、航空局に申請を出します。その時に、計画を練るのと、上げる直前にも風の動きで逆に言うと全てが予想できてしまうので、それをしてどの辺にどの辺りに落ちるのかっていうことは、予想しています。そっか、その勝手に上げるっていうことではなくて必ず航空局に一回申請をするっていうことなんですか？はい、そうですね、日本では上げる場所によって
管轄が違うんですけれども、例えば山梨県で挙げる場合は羽田空港にある事務所に届出を出します、書類を出します。で、例えばその予想する経路によって横田基地や陸上自衛隊、航空自衛隊と調整を取って初めて許可が下りることになります。それは例えば気球が何メートル以上高く打ち上げるものは必ず申請するとかっていう決まりがあるの？はい、そうなります。特に自由気球、私たちが打ち上げている高高度気球については、航空機が先ほど申し上げたように飛ぶ1万4000メートルを何時に通過するというところが書くところがありまして、そういうところが主に見られているのではないかと思います。そこ飛行機より上まで行くわけですもんね。はい、飛行機にぶつからないようにそっか、そうですね。逆に飛行機を上から見るっていうのもなんか不思議な感覚ですね。そうですね、今までそういった動画が撮れていないんですけれども、いつかそういう動画を撮れたらいいなっていうふうに思うんですけどね。でもこう例えばある程度風の予想をして、はい、どこで飛んでいくかって分かってても、はい、確実に回収ってできるものなんですか？そこが私たちが今取り組んでいる課題になります。私たちトラッカーと呼んでいる装置なんですけれども、 GPS と無線を組み合わせてあって、自分の位置をリアルタイム、その場所、いる場所、いる場所を常に地上に送信してきてくれる装置を取り付けます。そっか、それによって今どこを飛んでるとか、はい、どっちに流れてるのかっていうのが分かるっていう、はい、それをもとにインターネット上の地図にそれを中継して、回収班が宝探しみたいな感じで追いかけることになります。例えば回収できない時とかもあるんですか？はい、見つからないみたいな。今までに26回放球して1回だけ見つからなかったことがあります。でも1回だけなんですね。そうですね、率でいうとまあ 96% は見つかっているっていうことになります。その1回っていうのはどこ飛んでっちゃったんですか？そうですね、そのトラッカーと他の部分が分離してしまったんですね。トラッカーは見つかったんですけれども、カメラが見つからずに、はい、どっかに飛んでいってしまった。多分おそらく海に落ちてしまったと思うんですけれども、軽くなって、はい。でもなんかこう普通に生活してて何も知らずにこういうのが例えば落ちてきたりとかしたら、はい、びっくりしますよ。はい、じゃカメラとかついてたら持って帰っちゃう人とかないですか？そうですね、今のところそういった人はいらっしゃらずにですね、電話番号が書いてあるんですけれども、たまたま畑仕事をしていたおじいちゃんがなんか落ちてきたよって言って連絡を、はい、してくれることが多いですね。電話してくれて、はい。About me being lonely without you, missing you the way that I do. You were right about so many things that I'm starting to think I was wrong about you. You were right about me crying all night for you, and my heart breaking in two. You were right about so many things that I'm starting to think I was wrong about you. Slower than them, and I might be able to see that you were right about our hearts beating as one heart and me not having a clue. You were right about so many things that it's making me think I was wrong about you. You were right about so many things that I'm starting to think I was wrong about you.三菱自動車ピートの不思議なガレージ。三菱の EK は踏み間違えても飛び出さない EK、 それが誤発進抑制機能。ブレーキとアクセルの踏み間違いなどでの急発進を抑制するから飛び出しません。前の車にぶつからない EK、 それが停車側域衝突被害軽減ブレーキシステム。街中で前の車にうっかりぶつかりそうになってもレーダーが検知して自動でブレーキ、衝突の被害を軽減します。2つの安心でダブルセーフティー。 EK はもっと EK に。三菱 EK シリーズ、詳しくはウェブで。花澤俊明です。私がアウトランダー PHEV を選んだ理由をお話しします。経済性重視のハイブリッドではつまらない。
走り重視の SUV では燃費が気になる。でも PHEV ならどちらも諦めなくていい。平日は電気で走ってガソリンは一滴も使わない。週末は電気時々ガソリンでどこまでも遠くへ。全く新しいカーライフ、 PHEV ライフ。私は PHEV に乗っています。三菱アウトランダー PHEV。 ガレージに到着だ。もう帰ってきたの？せっかく一人でのんびりしてたのに。これも博士のプログラムですか？なあ新一、気球はどうだった？あ、乗ってみたくなったか？ええー、まあ、絶対に安全なら一度ぐらいは乗ってもいいかな。聞いたかボッコ。聞かせてもらったわ、今の言葉。よーし、ほら、じゃあ気球の準備をするぞ。うわ、手伝いボッコ。人使いの荒い人なんだから。え、博士気球を持ってるんですか？いや、今から作る。作る気球を？そんな心配そうな顔をするな。人類が作れたのに俺に作れないわけがないだろ。あ、おいボッコ、奥の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  B5 のロッカーに歯舞台があるから今すぐ持ってこい。はいはい。明治時代と同じ材料で作るんですか？いやいやいや、もっと新しいもので作りましょうよ。嫌だ。ああ、いやほら、いつもみたいに説明すると長くなる記事とかで。ね、博士。いや、ちょっと博士。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。このお話はドライブアットアース三菱自動車がお送りしました。ここで番組からお知らせです。現在ピートの不思議なガレージでは番組キャラクターがデザインされたオリジナルパーカーを毎週3名様にプレゼントしています。番組ホームページのアドレスは tfm.co.jp/garage。 こちらからメッセージとパーカーの希望サイズ M か L かを送信してください。Thank you.